結構取れましたね。ん？なん？誰か、なんか書いてくれたのかな？うん。まあ、入りますか。あ。いやだから伊達さんのあのハートブレイク書こういう感じこういう感じハートんハートブレイク書ってこれで幕の内のあのなんだこれいやだから伊達さんのこれでハートブレイクじゃお邪魔、お邪魔しました、はい、おで今回ですね、クリーパーモッド、クリーパードア、ドアクリーパーモッドということで作りました。で、これはこういうふうに作るっていうか、レシピで作ることもできるようにしております。木をですね、あ、ちょっと入れすぎましたけど、木を、ドアみたいに、作るときみたいに、下4つ、下左4つ、そしてスライムボールを上に2つすると、クリーパードアが作れるようになっております。でこれをですね、まあ、ちょっと試してみたいんですけど、まあ、今回このモッド作るんだってクリーパーの特性を、研究しまして、こういうふうなテスト用のもので、実験したいと思います。このモッドはですね、まあ、こんな感じのドアなんですけども、ドアを開くと、クリーパーが出てくるというモッドになっております。でクリーパーはですね、プレイヤーの方に寄ってくるんですね。したがって、このマシン、このマシンを使うことによって、寄ってくるときに、落とし穴に落とすということが、可能になっております。で、このマシンを使えば、デバッグし放題、テストし放題ということで、これのテストを考えていきます。文明のリーです。これが、いや、完璧ですね。いやー、よしよし、どんどん、どんどん寄りましょう。じゃあ、今回ですね、クリーパードアというものを作ってみました。これ開くと、クリーパーが出てくるというものになっております。で今回クリーパーの特性を研究しまして、まあ、こういうマシンを作りました。クリーパーは、プレーンに寄ってくるということで、寄ってきたところをピストンで、落とすというようなマシンになっております。これがあればテストし放題です。こういうふうにどんどん来ても落とすことができます。加圧式のというのも、大丈夫です。今の大丈夫だ。このマシンは完璧だというその演技で、わざとやりましたけども、大丈夫です。で、まあ、こんな感じで、ですね、クリーパー、まあ、こんな感じで、回路を使って開く状態でも出てきますし、手動で開いても、クリーパー君が出てくるというモードになっております。何に使えるかちょっとよく分かってませんが、気が向いたら使っていただけると嬉しいかなと思います。こんな感じのモードを作りました。左右左、何に使えるのか。今年の夏も暑くないそうですね。じゃあもう一つ実験してみられます。こんな感じでクリーパードアを、ダート両一に並べて、加圧式、感圧式の、スイッチを入れてます。これを踏むとドアが開きますので、クリーパーが出てくるというものになってます。じゃあ実際にやってみましょう。
ということでですね、実際にやってみたいと思います。よし、合わせて、よし、来い、よし、こんな感じでクリーパーがトンパンできます。これはバックしているので、ハンドキャッチ、やばいか、やばい、ということで、見つけたバグでちょっと遊んでみたいと思います。スイッチで押すとさっきみたいになったんで、こんな感じで開いても、すげえ。ということで、何使えるか分かりませんが、ありがとうございました。